黒いマントを着た老人が立っていて、こう言ったんですね。少し若いけれど君は濃い人生を送ったって。生きるチャンスが残ってんのかな。こう肩抱かれてた手を振り払って、あの後ろから声が聞こえてきて、生きることは辛いことだよって。腰が本当に砕けるような感じでした。うちのお父さんが天国行くなら僕も天国に行くんだと思ってた。しっかりしてよ、てっちゃん、頑張って。これは何という生き物なんだろうっていうぐらいの、いや人間っていう感じの顔じゃなかったですよね。本当にその絶望した時に言葉も出ないのかな。寝た途端に元の自分のね、あのまともだった時の顔が出てきて、あ、なんだあれ、事故って夢だったんだなと思うと、パッて目覚めると夢じゃない。クラッシュ。